新聞伊予墨古いのち神社は、愛媛県松山市や井町にある神社、式内社、旧社格は、剣社、新門は十六弁八十氷菊。地元では、椿神社、お椿さんとも呼ばれている。伊予墨西への読み方については、神社では、伊予津彦としているが、伊予津彦と読んでいる例も多い。本来の意味から言えば、 伊予から津引く彦であり、豆は、角除し、津であるが、ここでは、同神社の表記に従う。仙台九字本義の、国造本義によれば、伊予修名は、初代の久米国造であり、伊予つび古い命と伊予修名は同一であるとする説と、伊予つび古い命を、祖神、伊予修名をその後継者とする説がある。また、愛媛県の県名は、学び目命から名付けられており、 都道府県名で新名を使用しているのは愛媛のみで、ある、王子、神社の州は海で、津の脇の神社、津、脇神社が時が減るにおいて、椿神社に変化したという、また、神社の周りにやぶ椿を主に書く、椿が自生していることからも、そのように呼ばれるようになった。社言では、恒例天皇の御に鎮座したとされ、昭和十七年には御鎮座二百五十年祭が、 平成24年には御鎮座2300年祭が行われた。演技式新明庁所祭の伊予津美古いの神社に否定されるが、明神大社の伊予神社に充てる説もある。ただし、伊予神社に否定される有力な論者は、伊予郡正木町の伊予神社である。江戸時代には、松山藩主、久松氏の熱い数景を受けた。現在では、演技開運の神として、 数形者は全国に広がるという、祭人は、牛尾なるたえ綱沖長美。伊予つび古いのちと、伊予豆姫命のが長山に船を寄せたとき、いか頭に友綱をつなぎ、先住民の代表である、牛尾なるたえ綱沖長美が迎えられた故事により、万事取り継ぎをいただける神とされる。長山の中にあり、伊予つび古いのち神社を参拝する際には、先立って、 まず奏者者に参拝をする習慣がある。祭神は、本田別名、アマテラス大昼目命、猛古襲来の折、伊予国から、先森として出兵した、河野一族が戦勝を記念し、宇佐八幡の神を肝心した神社。将軍さんの呼び名で、必勝祈願、合格祈願、学業成就の神とされている。 祭神は御、うかの五霊神、伊愛地区の里神とされる、伊勢神宮下空の豊家大三か、稲荷神社の祭神と同じで、稲の精霊とされ、五穀豊穣、商売繁盛、家運高まさを守る神とされる。祭神は、天根の水分命、この花咲くや姫命、水を司る天根の水分命と安山母乳の、この花咲くや姫命の二柱を祀り、子育て、 小遣りの神とされる。初見参りの後に、夫婦で参拝し、出産のお礼と子供の成長を祈りよだれかけを奉納する習慣がある。松山市指定有形文化財、旧暦1月7日から9日に行われる。かつては、旧暦正月8日のみ祭礼が行われており、これを、お洋日と呼んだ。現在は、 その前後の3日間にわたって行われる、おつばきさん、いよろに春を呼ぶ祭りと呼ばれる。期間中、数十万人が参拝し、参拝者の数では、四国一の大祭という。期間中の際には、旧暦7日午前0時に開門、同8日午前9時に、春季礼大祭、同9日午後6時に、高級祭が行われ、午後0時に閉門される。また、 特殊神事として貸し戦神事、お忍びの都御、合わせ日が行われる。貸し戦神事は神社から守り金を借り、翌年、売額にして返すという非常に珍しい行事で、誰でも無条件で借りることができる。一年間、正業に励み、少しでも多く返せるように頑張ることを約束する意味があるという、お忍びの都御は、中日夜、神社の御腰が、 北戸井町の琴平神社まで渡御する行事である。御輿が社殿を出て、老門を通過するまで、御輿を揺すったり、掛け声を出したりせず、静かに進むところから、お忍びの渡御の名がある。合わせびはちそうかとも言う。お忍びの渡御の際、その道筋にある家は、その年の正月の飾りを焚いて、御輿を迎える。 これを合わせる日という。ありがとうございます。